アクオス携帯 W64SH とは、シャープが日本国内向きに開発した au ブランドを展開する KDDI 及び沖縄セルラー電話の CDMA1XWIN の携帯電話である。今までアクオス携帯といえばサイクロイド型であったが、この機種はアクオス携帯として、またシャープ製 au 携帯電話としても初のスライド型である。形状は、 ソフトバンクモバイル向けの 921SH913SH、また、同時期発表のアクオス形態である 931SH と同じフルスライド式となっている。au 携帯電話としては、最大級の3.5インチフルワイドニューモバイル ASV 液晶の搭載に加えて、他、キャリア向けでも採用されている光タッチクルーザーや、FM トランスミッターや Bluetooth、 520万画素 AF 対応 CMOS カメラ、モーションセンサーなどが搭載されていて、いわゆる全部入りの機種となっている。全モデルの W62SH 同様に上部4 8 5 4ドット分が情報表示エリアとなっている。また、au 携帯電話としては、初のワンセグ放送録画時のダビング10に対応している。同キャリア向けの音声用端末としては初めて。 イヤホンマイク用の接続端子が充電券用データ通信用コネクタと共用のため本機専用のコネクタ接続用変換アダプタが付属する。この変換アダプタを紛失すると有線接続によるイヤホンマイクや音楽用イヤホンなどの利用が不可能となるので注意が必要である。2009年2月25日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。 2009年7月2日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2009年8月25日に8月5日より停止していた携帯アップデートを以下の不具合を修正し再開。2009年12月10日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2011年5月12日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより 行われた。ありがとうございます。